皆さんこんこにちは,こんばんは今回はですね旭川の女子中学生のいじめ事件についてなんですけども。 まあこの一件が文春オンラインで取り上げれてから、凄まじいほどネットで拡散されまして、僕もこの事件についてはね、触れてる動画上げてるんで、よかったら見てほしいんですけども、そんな中、ついに、この被害者の女の子が通っていた、まあ、Y 中学校、まあ、そこで臨時保護者会というのを開かれました。まあ、これ文春オンラインのチャンネルに動画があったりするんで、見てもらってね、まあ、各々感じ取り方っていうのがあると思うんですけども、やっぱり90分ってすごく長いので、まあ、その部分っていうのを解説ま見ながら、一体どういった保護者会だったのか、 っていうところをご紹介できたらと思うんでよろしくお願いいたしますまあ、これ中身入る前なんですけどこの事件ね今後も僕取り上げていこうとは思うんですが 被害者の写真と実名についてはですね、遺族の母親が、サーヤは簡単に死を選んだわけではありません。名前と写真を出すことで、サーヤがいじめと懸命に戦った現実を多くの人たちに知ってほしいという強い意向を持っているということなんで、写真と実名に関しては、その記事の中で出てくる部分に関してはお話ししようと思います。まあ、逆にいじめ加害者に関しては、もう特定されている方もね、結構いらっしゃるとは思うんですが、まあ、その子たちが逮捕されたりとかいう形で、まあ、確定しない限りは写真とか実名っていうのは使わないようにはしようと思います。まあ、逆に大人、校長教頭担任というのはもうほぼ間違いないわけですから、 まあ名前が出てくればその都度そのニュースに合わせて出していこうかなというふうに思いますけどもはい、えー、では記事の方を進めていきます、えー、最初の部分に関してはねこれ国会で取り上げられてるっていうことだったんですけどもあのここに関してはね僕はあのちょっと別に言いたいことがあるんでまあ他の動画はちょっとよかったらあげようかと思ってるんでここは飛ばして保護者説明会のところから行きます、えー、4月26日開かれた Y 中学校の臨時保護者説明会と 渦、えー、中の旭川市の教育現場ではいまだに逃え切れない対応を続いている取材班は4月26日羽生田大臣の答弁が行われた同日の夜に臨時に開催された Y 中学校の保護者説明会の様子を取材保護者説明会では学校側は相変わらずの隠蔽体質を貫きいじめの実態については何も明らかにしなかった保護者たちは反発し怒号が飛び交う大荒れの展開となったと、えー、関係者は文春オンラインの報道が出てから学校には問い合わせの電話が殺到取材活動も過熱し地元メディアが Y 中学校の生徒に直接コンタクトしようと声掛けをするなど保護者から不安の 声が上が上っていました。学校側が自主的に説明の場を設けたというより開かざるを得なかったというのが本当のところですと19時から体育館で行われた保護者会では厳戒態勢が敷かれた体育館入り口では教員らが在校生の名簿と保護者の名前を照合し部外者を完全シャットアウト不足の事態に備えてパトカー数台が警戒に当たるなど学校周辺には異様な雰囲気が漂っていた 平日の夜にもかかわらず体育館には100名ほどの保護者が詰めかけた、えー。パイプ椅子を座った保護者の前に校長と教頭が立ち、体育館の横の壁には PTA 会長、教育委員会のカウンセラー、さやさんの当時の担任教師を含めた各学年の教員20名ほどが直立不動の自然で並んでいたと。 で、19時開始の時刻を過ぎると重々しい区域の中、校長がまずマイクを取った後、深々と頭を下げ、サーヤさんに向けたお悔やみの言葉を口にした。なお、この校長は昨年4月に Y 中学校に赴任したばかり。サーヤさんが一命を受けた2019年は市内の別の中学校に在籍していた。校長はこう述べた。 本校の対応に対するご意見やご指摘が続いており、生徒や保護者の皆様にはご不安な思いやご心配をおかけしております。そのような中、生徒の不安解消や安心・安全を確保するためにその一助になることを願い、本会を開設させていただきました。校長は何度も頭を下げ今後の措置として、個別面談の実施、スクールカウンセラーの招聘することなどを説明したと。まあ、でもこの保護者からしたら、当時対応に当たった校長っていうのがね、結構悪の元凶みたいなところあるから、その人を呼べっていう話があるとは思いますけどね。だから、まあ、この赴任したばかりの校長っていうのが、その2019年の飛び込みっていうときにはいてないわけですから、 まあこの校長も気の毒とはいえ気の毒かもしれへんけど、まあ実際1年前から赴任してるってことで、まあ、知らなかったは通用せへんかなと、結局、個別面談スクールカウンセラーをやるっていう,うに決めてるんだったら、もっと早くからできた可能性もあるやろし、大体この保護者会っていうのは、ネットでこんだけ炎上したから開いてるってことを考えれば、責任がないかって言われたら、僕はそんなことないかなと思いますけどね、だって校長やもん。続いて6月に起きたうっぺつ川飛び込み事件の後から、爽彩さんの家族に対する対応の窓口になった教頭と、当時の担任教師が揃って同様の言葉を述べた。 本校に在籍していた生徒が亡くなったことに関しましては心から残念であり言葉になりません。ご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の方にはお悔やみを申し上げます。本校生徒の保護者の皆さんにご心配ご不安な思いをさせておりますことにお詫び申し上げます。報道に関する部分につきましては今後予定させていただいている第三者委員会において誠心誠意対応させていただきます。今私ができることですが、保護者の皆様にできることに一生懸命努力していきたいと考えています。よろしくお願いいたします。とまあこれは保護者会にとってはテンプレって感じですかね。はい。えー、その後20分ほどで学校側の説明 次にに保護者による質疑応答の時間となった最初にマイクを持ったのは同校に3年生の子供を通わせている母親だったこの子供のクラス担任を今務めているのは爽やさんの母親がいじめの相談をしてもまともに取り合わなかった当時の担任教師であると質問した母親はまず亡くなったこの担任だった先生に何を子供は相談するのか担任を変えてくださいと訴え涙で声を震わせながらこう続けた担任の先生が 相談を受けた時に今日私デートですから明日にしてもらえませんかって言ったっていうのを報道で出てますよね小耳に挟んだ話ですけど先生がお友達に LINE で今日親から相談されたけど彼氏とデートだから断ったって送ったっていう話もちらっと聞いたんですよ本当に腹が立ちましたそういうことも言ったかどうか全部はっきりしてほしいです当時の担任は前に立っていた同僚の後ろに隠れるようにして下を向くだけで一言も答えない代わりに校長が今の質問にここで即答はできない申し訳ございません検討しますと答えたとやってないんだったらやってない嘘な嘘って多分言えると思うので答えずに下向いて即答はできない って言うんだったら報道は真実だということじゃないですかね検討しますってことはどれぐらい緩和して言うてくるかっていう検討ってことじゃないですかね まあこういうふうに変にかばうから校長というのも責任がないとは言い切れないんちゃうかなって僕は思っちゃうんですけどね、えー、続けます加害生徒から受けた凄惨ないじめの実態の記事についてその審議を問う質問も集中したと報道されていることは事実なんですが過剰なんでしょうか子どもにお母さん私どうしたらいいのと言われて正直悩みました先生方は命の大切だとおっしゃっていましたが言葉の重みというものを子どもたちに伝えてほしいです報道されている先生が発した言葉が本当であればふざけんなと思います今回報道されなかったら誰も何もしなかったのか 校長はこう答えた。言葉の重みというものにつきましては、本当に重く受け止めてまいりたいと思っております。今回の報道に関わる部分ですけれども、当時の学校の対応に関わる部分の中で食い違っている部分もあります。その部分も含めて、この後の第三者による調査の中でしっかりと検証されていくと思っております。いや、じゃあ、どの部分が食い違ってんねんって、まあ、こういうことをやっている教師っていうのが自分の子供を教えてると思ったら、まあ、そういうあやふやなんじゃなくて、どこが真実でどこが食い違ってるのかって、多分僕らより絶対知りたいと思いますけどね。 え次に、今回の件については、生徒たちには学校からどのように説明しているのでしょうか子供に質問された時に私たち親は何て答えればいいんでしょうか教えてください。まあ、それについては、今後第三者委員会の調査で明らかになって、その後どういう風に指導していくかっていうのを考えます。 次の質問スマホタブレットパソコンでどんどん情報が入ってきて子供たちは私が教えなくてもネットを見て知っていくという状態です学校側は今日この説明会があるまで子供たちに対して何の説明をしてどういう対応したんですか、まあ、これについてはお話しできませんとで次にこの臨時保護者会パトカーがね、数台警戒してるんですけどもこの日の朝市役所に中学校を爆破するという凶悪電話がかかっていたらしいんですねでそれはほんマかという質問に対して、えー、実際そういう話があったっていうのは本当だと、えー、私は不安を抱えたまま子供を送り出しましたし学校に行った子供も不安だったと そういう事実があったなら、まず確認して大丈夫なのか、少し投稿時間をずらすとかできないのか、せっかくメールを登録しているので、ご連絡いただきたいですと、えー、分かりましたと、施設も全部点検して安心だということで、このまま対応していくと、まあ、これに関して僕の見解は、爆破予告は完全に別問題だと思うので、これをやったやつっていうのが相当頭悪いんじゃないかなって思いますけどね。 まあなんせねこういう感じで煮えきらない態度を学校が取るから、すごくね大荒れになりだしたと、途中退席する保護者も出だしたと、そしたら、保護者の避難の矛先っていうのは、いじめ問題の当事者になりながら、今回の保護者会に姿を現さなかった前の校長や当時の対応だった現教頭に向けられだしたと、えー、保護者の母親から、2年前にいた校長先生は、今日この場にいらしてないんですか、なぜですかと、えー、校長は来ておりません、お気持ちはよくわかるんですけども、今、本校の職員でないので、そのような状況にはならなかったです、大変申し訳ございませんと。 次の報告者からは、最初に報道に対しての説明をするという話で開始しましたよね、SNS での誹謗中傷、当然みんな SNS や報道も見ている、文春オンラインの記事の内容を見て、僕は涙が出た、この学校に子どもを通わす親として本当に大丈夫なのかと、それに事件に関して何の説明もない、第三者委員会を繰り返して、あのおぞましい行為をいじめじゃなかったと判断している学校、この中途半端な説明会でどれだけみんなが納得すると思いますか、そしてやるからにはきちんと記者会見して、いじめはなかったと言えるくらい胸張っていてくださいよ、教頭先生、生徒のスマホ画面をカメラで撮ったそうじゃないですか。これも第三者 委員会じゃななくては分からないこととなんでしょうかと、まあ、これに関しても教頭はだんまり決め込んで校長の方からこの場ではお答えできませんと、じゃあやっぱり他の保護者から教頭先生を話してもらえないんですかと。 すると、教頭がついに口を開きます。私の方からお話できることは、第三者委員会の調査の中では、私の知っていることは全て誠実にお伝えさせていただきたいと思っております。一つだけ、今回の報道に関することは、個別の案件に関わることですので、お答えすることはできませんが、私自身は法に反することはしていないということはお伝えさせていただきたいと思います。この後、捜査を受けることになるかは分かりませんけども、しっかりと対応していきたいと思っております。現段階での私の話は以上です。で、これで、えー、保護者会が終了と、結局は第三者委員会の調査っていうのを理由に、ほとんどの回答しな 保護者からは何のための保護者会だったのか全く意味がなかったのの声が漏れたとまあそれは当然ですよね事件当時を知らない校長は何度も陳謝し保護者に頭を下げたがあやさんや母親が必死に助けを求めた教頭担任教師はい度も頭を下げることはなかったと遺族の方は事前に連絡がなく説明会のことは知りませんでしたどんな説明会だったかは分かりませんが他の関係のない子どもたちが巻き込まれてしまっているのはとてもつらいです学校に対しては一治と向き合って第三者委員会の調査に誠実に向き合っていただきたいですとで5月にも第三者委員会による本格的な調査が始められるとでまあ結 保保護護者者ののの言う通り何のための保護者会だったのかって言っったたたら何ののめなのななんんかかかいいですすだだ形じゃないですかねだって変な話当時担当だった教頭担任っていうのが自分のやったことっていうのを説明会を開いても口を開かない何も言わないんだったら何のための説明会やねんとお前ら教師としてさ子供たちがなんかそういう揉め事とかいじめとかがあって子供らに説明せえって言ってもだんまり決め込んでその場をしのげっていう教育をしていくっていう方針なんですかね なんかこの記事だけ読んでると正直ねそのこのいじめの内容っていうのがわいせつ画像とか動画っていうのも拡散じゃないですかそれをさどうやって防ぐね私たちが悪いわけちゃうやろ私たちってめちゃくちゃ戦ってる被害者ですよっていう感じをねちょっと受けちゃうんですよねいやもちろん一番悪いのはいじめ加害者なんですけどこの保護社会っていうのは 事件を明らかにするっていうよりも、この学校に自分の子供預けて大丈夫なんかっていうことと、この事件で報道されている学校側の対応っていうのは本当だったのかどうかっていうことを聞きたいわけじゃないですか。事件の全貌が第三者委員会の調査によって明らかになる。そんなことは分かってんですよ。そうじゃなくて、自分の子供をお前たちに預けるのが嫌。不安だからこの保護者会開いてるんでしょ保護者からしたら転校できるんだったら転校させたいと思いますよ。 でもそれができないから担任教師を変えてくれて最初のお母さんが言ったわけですよ。なんでそれが分からんかなって。あとはいじめとか投資の問題に関しては第三者委員会を通じてね、調査していくけども、学校側の対応ってことを考えれば、当時の校長を呼ぶとか当たり前の話じゃないですか。だって臨時保護者会開いたって、何を説明するためにこれ開いてんのって。この女子中学生のいじめ問題に対しての説明なわけでしょ。だってあの校長は、加害者には未来がある。被害者は亡くなっちゃったんだから未来がない。だから加害者の未来っていうのを尊重するべきだみたいなことを言ってるわけですからね。 いや、もちろん仮にその時の校長がいて、それを質問されたとしてもね、第三者委員会が明らかにするしか言わなかったと思いますけども、最低限でも、その当事者っていうのを呼んでいくっていうのは当たり前の話かなと思いますけどね。えー、というわけで今回は、旭川女子中学生のいじめ事件に関して、学校側が臨時保護者会を開いたという記事があったんで、そちらについてお話しさせていただきました。 まあ内容はもうほとんどね意味のなかったもの第三者委員会が全て明らかにするのであとはその後の発表で学校の対応を決めますみたいなことですねまあでもその当時の担任教師っていうのと教頭っていうのがねまあこの保護社会にはいましたが 結局この記事で書かれていた内容、彼氏とデートするからいじめ問題は対応しないって言ったらほんまかとか、教頭がそのわいせつ画像の証拠ラインっていうのを写真撮ったっていうけども、それはほんまなのかっていうことに対して、明確な答えを出さない、だんまりを決め込んだっていうことは、まあ事実なんでしょう。嘘なら嘘、デマならデマって言うでしょう。だから記事で書かれてる部分っていうのは事実って間違いないかなと思うんですが、校長は今回の理事保護社会で言ったわけですよ。今回の記事は食い違っている部分があると。 じゃあそれはどこやねんっていう話ですよね。保護者からしたら記事とは食い違ってる部分があるんですわっていうのを聞きたいわけじゃないじゃないですか。食い違ってる部分も含めて事実は一体何なんだじゃないですか。ここの学校の先生ってそういう保護者のお子さんを預かってるって分かってるんですかね正直こんな保護者会開かれたらさ自分の子供この学校にはもう明日から行かしたくないでしょ。いやほんまにこれに参加した保護者っていうのはもうただただ学校に不信感が強くなったっていうだけじゃないですかね。はい。 まあなぜ僕にには当時の関与した教頭とか担任の教師っていうのはなんか自分らも被害者なんですよっていう感が強かったんじゃないかなっていうふうに感じました。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録や他の動画を見ていってください。以上です。ありがとうございました。